ありがとう、来てくれて。外、どうだった？誰か見張ってたりとか。どうかな。今は大丈夫そうだった。隣いいか？顔、腫れてますけど。ああ、ちょっとな。森田検事生のことで話があるって？そう言ってたよな。うん、今夜の検事生、見たでしょ。今までのあの人からは考えられない態度だった。まるで法よりも政治の方が大事みたいな。ああ、検事生はアドデック9に取り込まれてる。あの人は私が検事を目指すきっかけを作ってくれたの。母がひき逃げに遭った時、まだ小さかった私を勇気づけて導いてくれた。そうらしいな。ただそんな検事生がなぜアドデック9に着いたのか、私一つ心当たりがあって。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。もしかしたらそれが森田検事生を動かしたのかも。どういうことなんだ？待って、私も細かいところまでは分かってないの。この後に及んでいい加減なこと言いたくないし。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。どこで？神室町の児童公園。ただ私監視されてるみたいだし、一人じゃちょっと。つまりあれか、俺らに用心棒やれって？ええ、そのつもりだったけど、海藤さんはその状態だと。こんな怪我くれになんでもねえ。引き受けたな、タボ。事件の資料俺らにも見せてくれるか？もちろん。わかった。ならエスコートする。よく言うぜ、損得じゃねえだろ、真冬ちゃん守んのは。エスコート、児童公園までお願いできる？よし、行こう。お願いします。どう？怪しい人とかいない？どうかな。いや、俺ら呼んで正解だったぜ。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかして
こっから公園までずっとこんな感じか？私、どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けっから。やるぞ、カイトさん。俺にはないのかよ。カイトさんもしっかり。はい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし気合い入れてっか。
待ち合わせはこの辺り。相手はもう来てるはずだけど。元刑事っつってたっけ。うん。出発するか。宇沢さんですね。ああそうだよ。ん、あれ、あ、馬好きの探偵、八神探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの。ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた。八神くんは私のそのボーイフレンドというか。お、コクった。違う、照れんねくない。なんなんだこいつら。で、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね。なんで介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をし、料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日はそれを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居、忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず、それを事件が起きるまでな。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり。なんでそんなことを。全員ではないけど、認知症特有の症状よ。環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼが続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった。ああ、母親を殺した後自分も首を吊ったが、そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。もしアドデックナインがあれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドデックナインが。だから検事生は向こう側についた。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にしてエミちゃんの死は見て見ぬふり。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。なるほど。なんだよ。ああいや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。この書類、私より八神くんが持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。
ねえ、沙織のとこに寄ってっていい？うん、いいけど、なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ、俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの沙織さんなんだよ、ハニートラップで。何それ、嘘でしょ。八神さん。ったく、時間食っちゃった。さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかなお二人さん。何ってそんな。やっぱ帰るか真冬。あの木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人何してたのか聞きたいね。何って？星野くんが。あーと、誤解なんです。いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね、私も聞いたことあります、森田検事生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると？少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時、せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな。あの、ちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の。ん？なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権で恵美さんを死なせた人たちです。恵美さんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。
もな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。行こっか。私がタクシー乗るまでは見ててくれる？今夜はありがとう、八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田健二から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいなの。未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも代わりに俺が行く。大丈夫？いいから。分かった、無茶しないでよ。八神さん。よう。困ったな。ねえ。ん？なあ。なんで？あんた一人か。ああ、
真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか。はあ？あんたが真冬に話したかったのは。森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか？お前の言いたいことはわかる。さっき健二生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデックナインが第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか？何を言ってるんだ。検事生はアドデックナインの利権に取り込まれてる。何かその証拠でも？ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。いや初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか？当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデックナインに着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。正野のラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いやまさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ？なあ。確かに否定できないだろ。だが検事生がアドデックナインに取り込まれたとして、じゃあどうすればいい？お前はどうする気だ？そもそも俺は綾部の裁判でアドデックナインの裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、正野のラボも突き止めた。で一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデックナイン側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なあ、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか？何かの証人として。どういう名目で？例えばアドデックナインについての解説をするとか。何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろう。で裁判に引きずり出した後は？口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだまだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。
長い一日だったな。いい加減にしろよ。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告、源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ。いいよ杉浦で、めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど。それ以外には？ああ、事件と直接関係あるわけじゃねえんだけど、松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と少し話したい。わかった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。何か松金組のことで話して。ああ、松金組の始末がつ、親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。特に若い者の行き場がなくてよ。それをまとめる人間は健吾ってのがまとめようとしている。お前も何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？俺と一緒に来りゃ分かる。どうする？どうだ、俺と松金組に行くか？
分かった、行こう。大久保と面会すんの？ああ、本当はお前にも来てもらいたいけど。分かってるよ、そういうもんなんでしょ。これからすぐ大久保と。いや、そっちは後。今ちょっと面倒なことになってんだ。松金、海藤さんは呼ばなくてよかったのか。兄貴は波紋の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえ。そっか、とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止めるって何の話だよ。まあいいから。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。あ、落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。敵を討ちたいってことか。討ちたいんじゃなくて、討たなきゃダメなんですよ。ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、はあ、俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ、いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい、ケンゴ。松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。本気で来い。Yeah!
てめえらモグラの正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい誰だ。カムロ将、素体の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終われない。黒岩を道具に使った連そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らよりな。だから親父の敵討つ役目はさ、八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。お前らでもし黒岩をぶっ殺したって、奴はトカゲの尻尾だ。八神に任せてやってくれ。できることならやっ。よう、東のやつが面倒をかけた。どっかで覗き見でもしてた。まあドローンでな。そ、松金の親父をやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ。